指導は必ずや探したぜ。ここにいるはずなのに、どこだ。つかなきゃ俺が殺される。クソは探せ。何としても探したぜ。指導助けて。ここか。戦場もグッヤコ。クソが。ガブ急いで。わかってる。ここにシドはいないようです。クブカ様に報告を。もう遅い。ぜひ味見してってくれよ旦那。さあ一口。さあいらっしゃいいらっしゃい。朝採れたばかりの新鮮な野菜だ。何でも揃ってるよ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。ちょっと見てってよ。どれもどれだって新鮮だから。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、いろいろ取り揃えていますよ。飲み薬、塗り薬、貼り薬。旅の方、お薬はいかがです。血止めや足の疲れに効くハーブもありますよ。ごめんね、買ってあげたいけど。どうか良い旅を。どなたか、お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、よく効くお薬はいかがですか。シド、よく来てくれた。ベアラーたちは。町外れの議事堂跡に囚われてる。風獄プカの司兵どもが見張っていて手が出せん。また奴らの仕業か。そうだ、あんたをおびき出すための罠だよ。またなの。これじゃまるで見せしめぬ。これから議事堂跡へ向かう。おい待ってくれ。これまでにあんたや組織を守るためにどれだけ犠牲になったと思ってるんだ。救える命を見捨てろと。そうじゃない、あんたが出向く必要はないと言っている。まったく頑固なところは先代にそっくりだな。くれぐれも気をつけてくれ。
今のあんたは紛れもなくシドなんだ。忘れるなよ。どうか見逃してください。俺たちは逆らう気なんてこれっぽっちもないんです。ここの家畜は喋るのか。私たちを主人のもとへ返してください。黙ってろジジイ。風吾の姿はないか。そもそもシド本人が顔を出すとは思ってないんでしょう。あ、だろうな。お願いです、命ばかりは。黙れと言っているのがわからんのか。遅くなった。この雷に打たれるドイツだ。まさか本物シドだ。行きましょう。全員呼び戻せ。奴を放て。あれは、こいつにはかなうまい。素早い相手よ。捕らえてみせるさ。追わないの？奴らも風吾に怯えているだけだ。次に見かけたら容赦はしない。お前のせいでこれまで何人の仲間が死んだと思ってる。わかるか、餌だぞ餌。関係のない俺たちが餌に使われたんだ。お前をおびき寄せるためだけに。どういうつもりなのよ。私たちは奴隷なりに静かに暮らしてきた。それをあんたたちがちょっかい出すせいで。そうよ。この5年間私たちが何もしなかったとでも思ってるの？誰もが等しく人として暮らせるよう必死にやってきたわ。誰がそれを望んだんだ。危険にさらされるのは当の俺たちじゃないか。そうよ。その通りだ。すまなかった。分かっておくれ。わしらも必死で生きとるんだ。
シドの意志を継いだ時からこれくらい覚悟してる。クライブン。